その日、死せる太陽があまねく国々の上にあった。これは。黙示録曰く、五度太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち五番目の御使いが舞い降りし証。御使いは闇の高鳴り、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶ者なり。決して折れない剣を取れ、俺が俺で。